さくら君、フレン君、決めるぞ。勝利のポーズ、決め、決めだね。俺たちの武器は剣と魔法と団結力と正義と推進力、あと男の色気だったかな。強い力を持つ者には覚悟がいる。その聖剣もそうだな。私は分かってるつもりだけど、トーマはどうかしら。分かってるさ。理由なくこの剣を手にしたわけじゃねえ。我が剣に資格なしといったところかな。オーソドックスな剣と盾スタイルも悪くないかもね。今からクラスチェンジはきつくない？あなたの鎧もすぐに壊れたりするのかしら。鎧は騎士の魂、そう簡単に砕けはしないよ。壊れることが前提の騎士もいるけどね。